のんにくの墓文学費正夫と民子の銅像、のんにくの墓は、伊藤幸男の小説。1906年1月、雑誌、ホトトギスに発表。15歳の少年、斉藤正夫と2歳歳年上への重視、戸村タミコとの淡い恋を描く。夏目漱石が絶賛。幸男の最初の小説である。幸男の出身地である、千葉県三部市の1991年5月に、 完成した伊藤幸雄記念公園には、正夫と民子の銅像が建立された。また、この作品の舞台となったのは、千葉県松戸市矢切付近であり、同地区には、伊藤幸雄の門人である、土屋文明の筆になる野菊の墓文学碑が1965年5月に完成した。また、矢切の私は、正夫と民子の最後の別れの場となったところである。 矢切の私に近い休暇の息子、マサオは体調の優れない母と暮らしており、重視のタミコが市川から看護や手伝いに来ていた。二人は、たわいのない遊びで無邪気に接していたが、年頃の男女が親しすぎることから近所であらぬ噂が立ち、母親はタミコにあまりマサオへ近寄らないよう注意を与える。以来、タミコはマサオから距離を置き、 改まった口の聞き方をするようになった。しかし、今まで意識していなかったのが、会うのを制限されたことで、帰って互いに、恋心の芽生えを感じるようになる。ある時、村祭りの前日、家の者が、そうでのに出ることになり、正サとタミコは、ヤバの綿を取りに行くよう言いつかった。道中、正サが、野菊の花を取り、田舎風であっても、そやではなく可憐で優しく品格の、 ある民子を野菊のような人だという。二人はまた手を取り合って山越えで水を汲みに行き、民子は正男、を林道のような人だと言った。二人が夜遅くに家へ戻ると男女の関係を持ったと疑われて咎められ、正男は民子と引き離されて予定の期日より繰り上げで中学校へ立つことになった。矢切りの私へ見送りに来た民子はやつれていたいたしかったが、 薄化粧した美しさが引き立って見えた。これが生涯の別れになるとは思わず、二人は一言も言葉を交わすことなく別れた。その後、冬休みに帰郷した際には、民子は市川の家へ帰されており姿がなかった。二つも年上の民子との結婚は、姉らに強行に反対されていた。さらに翌年、民子は嫁に行ったと聞かされた。そして、 初夏に憲法を受け取り、民子が流山から体調が回復せず死んだと知らされた。母は、私が殺したようなものだと泣いて、マサオに詫び、裕福な家との縁談を壊れても、民子本人は拒否していたこと。それに対し、強史上を通しても、マサオの結婚は母である自分が承知しないと突きつけて、諦めさせたことを告げた。民子の遺品には、マサオの写真があり、 ここまで思っていたとは知らずに縁談を進めたことを、民子の実家の家族は後悔していた。民子の墓に参ったマサオは、不思議と周囲に、野菊が茂っているのを見る。市川へ7日通って、墓一面に野菊を植えたマサオは、決然として学校へ戻っていった。広報資料、プレスリリースなど一時資料、ありがとうございます。